第9回バイクのふるさと浜松2011。私もバイクのふるさと浜松2011に8月20日土曜日、21日日曜日、第9回バイクのふるさと浜松2011が浜松市総合産業展示館で開催されました。このイベントはバイク産業の活性化を目的に、国産オートバイ発祥の地である浜松市にゆかりの深いオートバイメーカー中部二輪車協会などの協力により開催されました。会場にはバイク愛好家や関係者など多くの来場者が詰めかけました。屋内展示会場では浜松市制100周年にちなみ、バイクのふるさと浜松から新しい100年へのメッセージと題し、日本を代表するオートバイメーカー3社の未来を感じさせるコンセプトバイクや、1980年代を代表する名車、歴史車両の数々が展示され、注目を集めていました。また、3つのメーカーの現在のモデルに直接触れることができるタッチ&トライや、バイク関連商品のショップも人気コーナーとなっていました。ステージでは、漫画家の石井勇先生が登場し、青春バイク漫画、七飯ライダーの制作裏話や、バイクに寄せる思いを熱く語ったほか、女子大生 GP ライダーの岡崎静香さんを交えた女性ライダーのトークショーでは、レースや団体活動だけでなく、女性目線でのバイクライフの楽しみ方を紹介していました。屋外ではダブルワンレーシングチームのデモンストレーションが行われ、ウィリー走行やジャックナイフ、ハードルジャンプなどの難易度の高いパフォーマンスに来場者も歓声を上げていました。また会場入り口付近では、クロコダイルバーガーや浜松餃子、富士宮焼きそばや厚木ホルモンなど人気の B 級グルメの屋台も軒を連ねました。屋外会場では国内初となる3つのメーカー合同の電動バイク試乗会も開催。ホンダ EV ネオ、ヤマハ発動機 EC03 のほか、開発中のスズキ E-Letsも登場し、それぞれの電動バイクを体験していました。多くの来場者が訪れた第9回バイクのふるさと浜松2011。オートバイ発祥の地浜松ならではの見て、触れて、体験して、バイクの魅力がいっぱい詰まった2日間となりました。